暑い。ここ暑い。こんばんは。今日はレッスンでした。今日もか。はい、じゃあ速攻元気元気それは眠いよね。それ眠いよね。3時間睡眠だもん。仕方ないやん。今日も服よくわかんないよね。なんかお腹空いてるけど何も食べる気にならん。食べ物を見たらうーってなる。拒絶。痩せたい。痩せた。朝テレビで朝テレビで浜岡特集やばいね。やばいやばい。朝健康して食べ過ぎて食べさせて。てか昨日の安住私は許してないですけどね。支払い期限忘れ。普通に激おこ。ちょっとお腹痛くなってきた。お疲れ様。言って。ちょっとね眠い。やばいの。あもう今すぐに意識飛んでいきそうって感じ。やっほー。許してあげれないですね。ちょっと安住何度目かなみたいな話なので、
その支払い忘れもあって、昨日あこ今朝は5時に寝ました。くるくるが朝5時にチケットを取り直しました。シラブの T シャツありがとう。お届いた、ありがとう、ありがとう。そうだよ、お腹痛くなってきた。泣き疲れた。もう最近感情がなくなったんか分からんけど、泣かんくなった。普通に感動する動画みたいなの見ても涙一切出んくなってしまった。カラッカラカラカラですわ。遊びに向けの歌詞もうすでに30個ぐらい今まで活動してきて歌詞あると思うので、汗は出る、汗は最近出る、涙は出る。でも悲しい、悲しみの涙、悲しみの涙が減った。なんかどうでもいいやと思うことにしたら悲しみの涙が減った。それはありがたい。 なんていうの、なんかさ、嫌な気持ちになって泣くみたいな、嫌な気持ちになって泣くみたいなのが、嫌なものを見ないようにするのと、見ても考えない、知るかみたいな感じで考えたら泣かなくなった。強くなりすぎました。ちょっとだってここ最近で泣こうと思ったんよね。泣こうと思ったんだけど、何だったかな、やばい、お腹が痛い、どうしよう。Mm-hmm.
涙は女の武器はやばい。それはやばい。それはやばい。映画は面白かったですよ。今日見に行ったんですけど、夏目新の結婚、夏目新の結婚どこ、名前だけ聞いたら結婚の話かなって思うやん。違って、なんか死刑囚から事件の情報を聞き出すために結婚するみたいなやつなんだけど、ただの恋愛結婚みたいな感じじゃなくて、おもろかった。ここ最近で一番面白かったし、一番好きだった。黒島さんの演技やばかった。すごかった。なんかあの面会のとこ、面会のシーンとかが多いだけど、なんか同じ密閉されたし、密閉なんかそういう同じ空間で撮られたシーンが多いとちょっと眠くなってきちゃうとかもあるんだけど、あ、もう全然眠くならなかった。面白くて。やばい、つけてた、忘れてた、ついてること忘れてた自分に。今日ガチャガチャした。なんだっけこれ、マリオか。マリオのやつして、いろんなやつがある中でスターが出たってことはスターになるって多分言われてるんだと思う。見てみよう。見て見て。おもろかった。密閉でなのでアップのシーン多かった。役者の力量が見れる。え、すごかった。黒島さん、ちょっと黒島って聞こえちゃう。黒島さんすごかった。300円。あ、モンスター、あ、無敵、あ、これ無敵ってこと。無敵です。スター、もうこれ7色に光る。見えんくね。緑だ。え、何これ、何色。7色に光る。映画後ろはスター、スター、可愛くない。これ300円安くない普通にこうユニバつけていけるやんみたいな。てん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 。マリオのゲーム3DS くらいかも。しかもこの手のところも、あ、見えないわ。星になってる。見えなかった。
そう、無敵くるくるになる腕は本当に忘れてた。映画見る前にガチガチして映画これつけてもらう見てだからつけっぱにしてたから、つけっぱにしてたからもう自分の体と一体化してた。これつけて歩いてた。捨てばい自分が湿布臭いんだけどどうしよう。めっちゃ湿布の香りが。時計の機能ないね。ハルと合体するか。じゃあ今度のこのアットジャムもこれついてるけちょっとよろしくるくる。よろしくるくる。アットジャムでもついてる。寝不足くるくる。今日めっちゃ寝不足くるくる。今日寝不足くるくる。でもやっぱレッスンで新しく曲をやるってなったら絶対覚えていきたいんですよ。家で無の状態で行きたくないから覚えようと思ったら遅くなった。遠くからでも確かにこれついてたら見つけられるやん。くるくるもし後ろの方の立ち位置でも。え、筋肉痛少しは少しだけでもなんか朝やばかったので立ち上がれんかった。痛すぎて。今日は早く寝る。そう寝れる。そう、休養もせんといて。でも今週来週はどっちかといったらまあお暇な方だったのでちょっと今日も配信も早いことだし早く寝るわ。そう、え、そう聞こえたかった。あのこれ なんだっけ筋肉痛15と16えごちゃごちゃになる。人数が違うからヒーターも頑張ってる。あのマールーパーヒーターも出るんですよ。ヒーター多分先輩と一緒に出るフェスがほぼ初めてなのでなちょっと緊張多分してるしとやばいやばいって言ってて1日1楽曲来るさん一緒に踊ってくださいって申し出てくる。ポチー今日もこの曲一緒に踊ってくださいってレッスンがあった日は言っていて寝ることも見てくださいするーするー。でもこの前めっちゃ寝落ちしちゃってその日の目覚めめっちゃ良かった。1時ぐらいに寝ちゃって1時ぐらい寝ちゃってもやばいけど1時ぐらいに気づいたら寝ててそしたら7時ぐらいにふわって目が覚めた。あ、今日のレッスン地獄見なかった大丈夫だった。でも私本当に記憶力ないんでその場で覚えるみたいなのができないんですよ。
頑張ったらできるんですけど下手なので、でできない自分にイライラしてきちゃうから自分で覚えてた方が早いんですよね。だから 2.5 期と3期のレッスンでも覚えてこいみたいな感じでやってるから、覚えてきてないとなんでって なる。覚えてこようって言って自分で、そう一時早寝落ち、ゆか寝落ちゆか、あたくぴも2時には寝ようにする。あ、2時ね。いや最低2時なんよね、ほんまに。そう最低16日マーループのメンバー結構レアよ。あんまなんか意外なメンバーよね。そうでもやっぱ予習してくると、あれなんです、予習してきたら限られたレッスンの時間の中で覚えるだけでそのレッスンが終わるんじゃなくて、覚えた上でみんながね、覚えた上でそこからどういう表現をしていくか、どうやったらこう伝わるかみたいなのを考えて、そこまで行き着くことができるので覚えてこようみたいなっていうね。覚えることに集中したら今日は覚えれたねって終わっちゃうから、床で寝落ちる。床で寝落ち。リスンドが販売して注意。やばい、くるくるの。もう。ボサボサ頭が。こんなんで。浜田響も頑張ってる。浜田響頑張ってる。あ、姿勢とも好き。あ、嬉しい。嬉しい。ぷよ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 。嬉しい。でも頑張らないとですね。まあ最後はね、皆さんが楽しいと思ってくださるのが一番なので、ライブとか僕隊見てくる席、あ、嬉しい。僕隊東京楽しみだな。観客ファースト、そうだね。くるくる怒ったことは、くるくるは言えないんですよ。あんま言えない人なんだけど、最近ちょっとずつ言えるようになってきた。今までは安住を経由して安住が言って安住経由して安住に言ってもらったりして、じゃあ私の仮はそこですね。安住ここみたいな、あずみが伝えてくるキャプテンっていう、キャプテンこれみたいな感じで言う、キャプテンが言ってくるって感じだったんですけど、
最近はくるくる自分で言いなよって言われるのでって言ってちょっと言うちょっと自分で言いなよって言われるから確かにみたいな。でもまだはっきりとは言えないから、あのいつもくるくるが配信でするみたいな腹話術みたいな言い方になる。ここの振り付けをまあちょっと変えてやったらなんか いいかもしれんみたいなみたいな感じ言っている。ギガ食べれる。そう、腹話術で。職場でちょっと注意するときの僕の、そうだよ。え、そう、言えないよね。言えないよね、強く。なんかその、バラなのかな。嫌われたくないみたいな人間の心理みたいな働いてんのが、なんなんだ。先輩は関係なく言う。後輩に腹話術、腹話術使ったり腹話術使ったらちょっと笑いも生まれるみたいな笑いも生まれて言える。やっほー、ちゃんと怒ってくる先輩って後から考えるとありがたい。いや本当にそうだと思います。私も学校とかはね怒ってくる先輩あんまないけどさ、ある、挨拶ぐらいか。挨拶して。ちゃんと挨拶して。って言われたから。はい。で、挨拶して無視されるってやつ。学校はね。そう、誰かが言わんといけん、そうね。誰かが言わんといけん。でも、アズミが言ってたのは自分もちゃんとしてないとそういうふうに言えないからって。だから自分からちゃんとしようみたいな、自分で動こう、自分ができてないことを人に注意することができないみたいな。確かにっていうふうにね。あ、明日また決済ミッションがあるけどアズミ見てみますよよろしくお願いします。決済ミッション、あの安住に怒ってる感じのくるくるになりますね。えねえ、部活の挨拶無視する先輩の習慣なんでなんだろうね。でもさ、自分が先輩になった時に無視できなかったけどね。無視するの心が痛くね。でも聞こえてないのある、聞こえてない、ククー声ちっちゃいからさ。お世話注意できんできん、お世話注意できん、あつお世話注意。話聞けたら声張りたくなってきた。入ろう、入ろう、入ろう。僕もできないけど理想はこうって。あ、そう、くるくるもくるくるはあんま発言しないタイプなんですよ。したとしたら私もまあできてないんですけど、ここをこうしたら良くなると思うみたいな。私もできてないんだけどみたいな感じ、私もなんだけどみたいな。お月見、あ、飾らんわ、もうすぐか。てか明日大空桃子さんの誕生日けど、部活で同期が全員辞めて強制無事かかるかどういう部活、なんかすごいねそれ、ちょっとおもろかった
注文できてないんだけど、え、使うよね、恐る恐る。そう、25日の反省会くるくるは聞く線です。注意、あ、嫌われちゃう。まあでもね、急にオタク、オタノオカさん誕生日でした。テニスコートに乱入する非部員に注意、テニスコートでおにぎりを食べる部員に注意。大変、大変。お人誕生日月、誕生月、そう、一緒なんよ、一緒なんよ。くるくるの推しメン、あ、まそんないないけど、推しメン9月誕生日の人多い。真面目な話し合いの時に少し笑いを取りに行きたいと思うことある？え、毎回ちょっと思っちゃう。でも滑るの怖くて発言できない。でもちょっと笑い取りたいな。ゴルフや、あ、似合ってる、嬉しい。そう、ボケたがりが出てくる。うん、どうやったら笑い取れるじゃろ。でも、もっともっと、僕隊まだ始めてなかったんじゃない、一般、まだっていうか再販。かわいい、嬉しい。昼の部、どうせ、お、その22時、いや、誕生日も近いのでね、楽しみですよ。でもくるくる、今年の誕生日も何もなさそうなので、どうしようかな。今日美味しそうなケーキ見つけたんよ、ケーキを屋さんで。ケーキっていうかマスカットね、マスカットが乗りまくったケーキなんだけど、ほぼケーキじゃない、ほぼマスカット。東京昼夜あったけど、スタンディング、足の、確かに痛いかもしれんけど、足の痛みも分からないくらい楽しい日にしようと。生誕ね、ほんま気になる。くるくる、10月前半はないから、もうこの前出てたのが多分全部前半、10月、次は後半よね。後半節か11月前半節、予想10月後半か11月前半。でもまだアリサさんの生誕もあるからってことは、アリサさんが10月後半に入ってくるとシャインマスカット、そう、シャインマ、くるくるマスカット、シャインマスカット愛して、今日も食べた。今日は700何棒のサンドイッチ食べちゃった、美味しかった。
シャインマスカットのスイーツ、え、ほんと今めっちゃあるの。ありがとう。新公園での、いやーどうなんだろう、500円超え、いや気づくかよ。本当にね、今日親と映画見に行ったんだけど、お母さんとこれ食べたいって言ったら、まあ最近仕事で一緒に遊びに行くっていうか一緒に出かけること少ないから、まあいいよって言って700円のサンドイッチ、シャインマスカットだから多分高かった。東京僕対先行一般同時申し込みだから次はトレード、トレードかな、でもまだ多分売り切れてないのか、のかな。倉敷の美観地区にシャインマスカットの、え、ちょっと行きたいんだけど、がっつり食べれないの。カツ丼とか見たらもうちょっとくるくるってなっちゃう。そう、スタンディングありそう、残ってそう。僕が買いますか、親戚からもらっちゃいますかったり、ちょうだいちょうだい、ヒータに連れてってもらうしか、ちょヒータン連れてってくれ、連れてってくれヒータン、倉敷の美観地区、おい森末姫奈、森末姫奈、元気もりもり末ね、元気もりもり末、元気もりもり末、元気もりもり末大好きなんだけど、元気もりもりです東京僕たは広報スタンディングでもいいので入りたいです、え、嬉しい、来てほしい、来てほしい、来てほしい、シャインマスカット食べ放題あったらやばいじゃろ、食べもう行くんじゃけど 100%、 一緒にゴルフ、あ、ゴルフ行こう、ゴルフ、待って、あ、ニヒニちゃんちゃんと来る来る、見てて、ちょっと、そう、元気もりもりっす、何なの元気もりもりっす、大好きすぎるんだけど、僕がいいかな、くるくるはどういうコンセプトが似合うかな、ブルーライブの中にある喫茶店、え、何それ美味しそうなんだけど、美味しそう、くるくるしまったもりもりっすよ、やば変なコンビすぎる、もりもりっすよ、もくるくるじゃなんだよって思ってて、絶対そうなんだよ、そうなんだけど、髪型どうしようかなって思われたらいつもクルさんアニーにしたらいいじゃないですか、クルさんアニーのオーディション受けてそう、クルさんアニーになり、なりなーみたいな、本気本気、そうやったらマワループでアニーしてあげようか、トゥモロートゥモロー I love you tomorrow です、クルクが自然といるスタイル優しい、え、思った 2.5 期と3期名前が、名前50音順上の人が多くて、苦島で7番目ですよ、普通に全体でも苦島で後半、めっちゃ後半、最後から3番目4番目ぐらい、やばくない？
50音順の上の方集まりすぎじゃろ。2.5 期と3期舐められてる、ま、愛ってことでね、引いたの。学校だと学校13番目とかだった。え、そうよ、僕手舐めくるもびっくりした。え、ここ私なんか間違ってないみたいな。 STU 確かに多いイメージ。イだけでめっちゃいたイメージだからさ、あれじゃない、何なんかそういうさ、そういうので選んでるんじゃない。オーディション、そんなわけない。だって新井リア、石原優奈、井出かなう、岡田あずみ、岡村リオ、壁島、奥田優衣な、奥田優衣、壁島。苦しま、あれこんな私前にいる、もっと後だよ、もっと前にいる。梶原美、北沢いた、北沢ゴルフェニエシ、あ嬉しい、ピンクでした、ピンクピンク。おお、すごい。ほらねー、で番、なんか私マイクの番号をめっちゃ気にするタイプ、数字結構気にするタイプの女なんですけど、この前僕タイム7番とかで、花柄とかは最近は千穂さん1番かミヒさん2番とか、選抜でフェス出る時とかも7番とかが多くて、すごくラッキーセブンって感じでちょっと嬉しいんですよね。マイクの番号関係ない、マイクの番号は名前順か会場によるけど、名前順か先輩順かとかあったりする。でいろんなところで7番、13とか13結構好き。レッスン上の7番はもう激壊れしてるから。96番のマイクないから、そのメンバーいないから。7見ると黒が好きな数字さ。7見てさ、くるくるめっちゃ7見るやん、もうエレベーターとかのとき、あ、いいね、ラッキーナンバー、ラッキーナンバー。ホテル13号室ね、え、そうな、4階がないとか分かる。あ、それ病院か。将来車買ったらナンバーにこだわるタイプ。でもナンバー、車のナンバーの全体を見たときに5の倍数で割り切れないと嫌かもしれない。2と5と、コロちゃんどうしたの、コロちゃん何、2と5で割り切れてくれたら。くる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 、やばい。車ナンバー8いいや、待って、8は
末広がりね。確かにニコニコ楽しそう。にく、くる、ニコニコ、あ、くるとか無理か、く、ニコニコとか。どう、推しの誕生日の番号多いんだ、多いんだね。コロちゃんは若干元気って感じ。若干元気。あー、ちょっと目が覚めてきた。そうだ、推しの誕生日。あー、ちょっとわかる、ちょっとわかる。やばい、もうモスキートーン。起きた時は絶対モスキートーンじゃけん。もう超音波攻撃、サイバー攻撃しちゃっているかも。まだ聞こえる、その高さの音。ちょっと最長モスキートーン。いや、ほんまに伸びるのってさ、良くない？クルクル伸びるの好きで、なんかそこら辺がさ、グーグーグーって言わん？で、多分これで身長伸びた、普通に。伸びすぎるとつる、足、たまに足がつるけど。背骨から音鳴らない、鳴らない。パスワード、推しの誕生日。え、いいよね、いいよ。092よ、思いっきり反りたくなる。え、わかる。 T シャツにモスキーって書いてある方確かに、マウジーじゃなくてモスキーね。確かに見えるんだけど、隠しきれない大人色気。まあね、18歳やから。444ってエンジェルナンバーなんだ。シュッシュッシュ。666がダメだよね。アイドル王ってなんだ、くるくる、アイドル王。悪魔の数字だった気がする、666。変顔しちゃった。何、オーメンって初めて聞いた。オーメン、あ、スクショしました、やばい。拡散されちゃうくるくるはいい並び。あ、聞くね。96、あ、見てた、9696。くるくるは普通になんか幸せを呼ぶ数字って言われてて、なんか可愛い、可愛い子のなんかニックネームとかにも付けられてるらしい。か、なんか可愛い子がくるくるっていうニックネームしてるらしくて、世界に一人らしいんだけど、誰だろう。で、しかも幸せ呼ぶし、人生も楽しくなるし、らしい、しいらしい。あ、映画？メンバーと目合ったらそういう変顔。もうね、こんなんじゃない。もうこんなん、もう見せられ、とてもじゃない。見せられない変顔する。ほんとだ、天体ショーだ。くるくる。誰だろう、気になる。これ。そう、そうなんだ。そうそうそう。誰だ、もう見てるかな。もう見てる。そう、運気上がる。
そんな子いたら嬉しくない。本当だよね。くるるるるる。オーメンはくるくる生まれる前に会っていない。6月6日6時に生まれた悪魔の。6月6日6時と絶対いるやん、それ現実にも。現実にもいるやん、6月6日6時生まれ。話かい。いや、苦しまよかってこ。多分そう。999ってなんだっけ。ゴルフウェア新規。嘘つき。嘘つき。ゴルフウェア。いいですよね。くるくる。次の生写真もちょっと楽しみにしてんの。松尾美和さん、9月29日3部の見送りおすすめらしい。え？それは、くるくる待ってる。あ ?9 月 29? なんか。9月29なんかあったよね。くるくる待ってるということかって言うでしょ。え、どこで言ったの松宮さん。ちょっと情報終えてないやんみたいな。あー、銀河鉄道39。クリシマカチ後で検索。あ、してみて。ちょっとね、超絶可愛い子が出てくる。ゴルフクラブもあっ、え、打つやつよね。これよね、あった。あったあった。でも一回ゴルフ行ったことある。お父さんと。でも、ゴルフにいたことあるんじゃなくて、ゴルフ場みたいな。やばいやばい、車両ナンバー晒してる人いる。あれだよ、特定しちゃうぞみたいな。スペイビじゃん。ツイッターに回ってきた麦畑から。そうな、くるくる待っている。肉の日に、あ、そうじゃん、バラララピッキーに、あ、肉の日なんだ。くるくる一番似合う色は、毎日更新する。嬉しい、毎日ね。イケメンくるつく。僕が行かなくちゃ。いや、でも行きたいんですよ。行きたいんですよ。メールもずっと見てます。無理だね、無理だね、それは無理だね。この世の全てでキャワチーを制してる。まあね、肉の日は何を着るのか悩み。それはもう肉を着ようってことやねん、ってことやねん。ねえ、もうやばい、本当にちょっと寝起きで、ちょっと何しゃべっ、なんか目覚めたとは言ってもちょっと自分が何言ってるか分からなくてすいません。肉を切る、いや、そうだよね。肉を切る。ジェネレーションチェンジの歌詞好き。わかるよ。今日、木のフルーツ、わ、いいね、くるくるも食べる。肉屋で肉奉行、焼肉奉行だったり。肉の日、あんま肉の日、肉食べようって思わないけど、肉最近、え、肉嫌いな人とかいる？配信見てる人。なんか肉嫌いとか肉苦手。マネージャーさんに肉苦手な人いて、なんかお肉苦手だったらどうやって毎日を過ごすんだろうと思って。だってお肉って結構食べる機会多いじゃないですか。で、なんかみんなでご飯を食べに行こうってなっても、焼肉とかしゃぶしゃぶとか鍋とか、なんか結構
出てくるのに、お肉が苦手となるとどういう立ち回りをするんだろうっていう疑問。いる？お肉苦手な方。1時間ぐらい過ぎて、え、そうなん、ほんまじゃん、くるくる、え、そうなん、あ、早くね、早いね、くるくるさ、7並びさ、9時から10時さ、めっちゃスコアが上がるからさ、やろうかなとか思ってたの。あ、あとメールもやばいね。とんでもないこと話した。え、ほんと？これはもうバンレベル、バンされちゃう。ステーキ、ステーキはステーキ。あ、豚肉がダメな人いた。あ、豚肉限定とかね、確かに油っぽいからとかあるのかな。痛いっすね。いや、ビーガンじゃないのよ。ベジタリアンじゃないけどお肉苦手。なんかミンチならいけるみたいな。肉 NG と魚 NG が集まる飲み会もう飲み会、もう飲み会じゃん、なんかもう何しに来たみたいなもうさ、食べ、何も食べれんや。おう、そんなに好きでなんかサラダが思う。サラダ食べるのいいか、確かにサラダね。え、なんか宗教の理由とかあったらなんかわかるんですよ。勉強って学校で習って、宗教の問題で食べれない。そのマネージャーさんはただ苦手、ただ苦手、ミンチなら OK みたいな。基準もわかんないし、どういうことやねみたいな。大豆ミートなんてあるんだ。おいしそう。理由はないって言ってた。くるくる、まあくるくるはソーセージ嫌いなのと一緒か。ソーセージと豆腐が嫌い、二大巨頭、ソーセージと豆腐、無理です。豆腐は冷たいと無理。味、豆腐、鍋に入ってる激アツ豆腐なら大好き、愛してる。でも冷たい冷ややっことかになるとピッてなってしまう。ソーセージはなんか理由はない。あ、一緒やん、理由ないけど嫌い。なん、どういうことやねんとか言ったけど、くるくるも理由なかった。ん？豆腐、あ、ソーセージはなんか食べた時に罪悪感がある豆腐確かに特徴ないのに好きじゃないとか、特徴ないから好きじゃないのかな。どうなんだろう。湯豆腐好きだけど冷やっこ苦手な可愛い子してる。それってこの私。いやマジでもう湯豆腐も美味しい、本当に。本当もあの鍋に入ってる豆腐とかも本当に大好き、愛してる。もう一番に取るぐらい好きなんですけど、冷ややっこになると本当に何が違うのか分かんないけどね。豆腐の好みミンチ、あ、違う、豆腐の好みミンチはいけると同じくらい結構私もなんかこじらせてた。
ベーコンハム大丈夫。うん、ウィンナー。罪悪感。ボーン。謎に配信切れたんだけど、これはもう配信をもうそろやめた方がいいってことなのかな。めちゃめちゃさ、めちゃめちゃ切れてるんだけど、なんで？え？これってさ、幽霊のせいじゃない？私がソーセージ嫌いとか言ったからさ、ソーセージのこと好きな幽霊がさ、配信やめろよって言ってんのかもしれん。いや、スマホあんま熱くない。なんで？これはさ、許せない。で、普通にめっちゃさ、だって一回つけたのにまた切れたんだよ。早く寝ろって言われてんのかな。そういうことか。じゃあスクショタイムをしようかな。顔が起きてむくみも取れました。怖っ。でも急に画面固まるの。面会のポーズ。マジ寝る予定。最悪1時、最遅1時。七夜明けで会議に出る人ポーズ。リアルなやつね。会議始めます。アップくるくる。うまい。よくやる。ワイデクさん、お、じゃあくるくる経験でき、経験済み。ちょっと経験済みかもしれん。可愛い、嬉しい。ねえ、おもろい。これね、くる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 も。それでは血巡ってきたよ。普通にだって1時間前も。普通にちょっと気抜いたら意識飛ぶかなとかレベルだったね、普通に。それでは告知タイムします。マーループ9月16日にあります。お話し会の再販は明日までです。10月27日
ハロウィンの格好します。楽しみ、ミートボールぜひ会いに来てね。オンラインなんですけど、ぜひ待ってます。そしてあ、告知タイムは終わりです。あ、これとちょっとスクショ撮ってなかった、これもちょっと、どうこれと撮らんといけんじゃろ。無敵、ガチしてみる。え、してみて。それでは光よ7色にね。それでは壇上を読みたいと思います。13位ウォッカありがとう、12位ケータありがとう、11位アレちゃんありがとう、10位ステラありがとう、9位オロチありがとう、8位キュエルありがとう、7位トマトポありがとう、6位フクちゃんありがとう、5位ナナニシありがとう、4位クリボーありがとう、3位オノピーありがとう、2位クルリンパありがとう、そして1位はドゥルル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 ルパーン、ヨッシーゾンビありがとう、ヨッシーゾンビありがとう、久しぶりありがとう。皆さん今日も配信見てくださってありがとうございます。今日は早めの配信だったんですけど、早く寝ます。それでは明日も頑張ろう、金曜日、明日金曜日頑張ろう、おやすみ。あ、ちょっと日選びします、この後。 ST42 の日選び。